わさびをぶっ飛ばして、ここで中忍になれりゃおかげになれたも当然だろ。温かい目で応援してあげよう。あ、はい。レイ君は、ったく、のんきでいいよな。確かに、いつものわさびちゃんなら、ぜっ、だってまだ試合も始まってないってのに。ことはないの。万歳！ここまで勝ち残ったの。その若さでそんな大げさな。お前の一族の星、きっと誰しも知る忍びになれるわ。そうかな。困るんじゃぞ。親父さんが言ったとおり、これを家に忘れとったぞ。化け猫様を憑依させる術じゃ。のじゃからな。いや、だからそれは。とにかく、もう試合が始まるからさ。みんなは客席。せよ。よっ。そもそもこんな術、おばば様が見た夢かなんだよな。家族の人たちは、そんなに珍しいんですか？ああ。ヒズの一族になったり、すごい人たちはいるはずでは？見たことはねえな。そうなんですか？だから、最初は。そりゃあ私だって、すげえ忍だろ？確かに。もうし。これより最終試験、第二試合を。この二人どんな試合を見せてくれるのか。ああ。第二試合。うおー、いけ！待て！おかげって、本当にのんきだよ。いや、お前には理解できねえよ。どの術？忍法！猫かぶりの術！お久しぶりっす。あらやとヨドまで。でも今日はボルトが気になるってとこなんでしょ。よしよ、わさび！もう少しでほかげになれるぞ。ほかげを目指してたのか。でもほかげの座は譲らねえ。逃げ切らねえな。聞こえたっていいだろ。別に出るじゃねえか。ありゃ勝手に言ってんだよ。私。なるほど。おかげという大きな目標にプレッシャーを感じて。ないって言ってんだろ。能天気野郎には話が通じこんねえやつだな。目指してねえって言ってんだろ。忍びっていやおかげしかいねえだろ。そこを目指さねえでどうする。この野郎。さっさとこの手。さっきから聞いてりゃ勝手にビビリとか抜かしら。試合中なんだからいい加減離れて。現実も見ねえで。だよ、夢ばっか見てんじゃねえって言ってんだよ。勝手だろ。お前にそんなこと言われる筋合いはねえ。うるせえ。はあ、聞いてんのか。健三、ああ、でもそんなのは迷うんだ。伊豆の一族に伝わる大木ほどに大きな猫を憑依させる術じゃ。守る。それはそれはすごい術じゃった。そう、伝説の猫は家ほどに。そう、伝そうなんだ。変えるわけがねえんだ。頑張ったところで限界があるに。そうな、お前にできるわけねえよ。期待されそうだぜ。お前に山みてえなバカでかい猫が現れたらお前は新人だよ。バカしい夢でも追いかけていいってことだよな。おりゃー、やってんだあれやな。見ねえでよ。何度も噛んでも無理だとか
できそんな術誰も成功したことなんかねえ。だから俺にも夢を見るなって。チャプラが持たねえだろ。おかげってのはよ。だから俺は他人にどう思われお前だってな。なんだこれ。バカバカしくたってすげえことできる。驚いて。夢見なきゃ前に進めねえ。そうだった。が覚めたぜ。ちょっと待ってくれよ。イオベは食ったんだ。しばらくは立てないだろうな。結果良ければ全てよしですかね。やけになるんだろ。こんなところで夢を諦めんのかよ。ラスト戦え。夢は諦めねえ。いいんだよ。もう諦めろ。たくだな。そうか。アマドを連れ去った奴らは本当にここで降りたのか。あ、でそりゃないか。第三試合は